ウィリアム・ジャレット・ヒューズは、アメリカが州国コネチカット州、フェアフィールド郡、スタンフォード出身の元プロ野球選手、ウトを右打ち。愛称はブル。2003年の MLB ドラフト16巡目で、タンパベイデビル・レイズから指名されたが、契約せずに、サンタクララ大学へ進学した。カリフォルニア州立大学ロングビーチ公へ転校後の2006年、MLB ドラフト4巡目で、 ピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。2011年9月7日のヒューストンアストロズ戦で2番手として登板し、メジャーデビューを果たした。この年は12試合に登板して、勝ち星はなかったが、防御率4.09を記録、経験を積んだ。2012年はパイレーツのブルペンに定着。8月に腕の疲労に起因するマイナー降格があったが、 それ以外はコンスタントに登板。さらに9月10日のシンシナティレッズ戦では、相手の看板選手であるブランドン・フィリップスに、小石球を与え、一触即発の場面もあった。この年は66試合にリリーフ登板し、2勝2敗2セーブ、防御率2.85、ホイップ1.15という好成績をマーク、特に防御率は、ルーキー投手の中では、トップの値だった。 2013年は29試合の当番に止まり、全体的に調子を落とした。防御率4.78とホイップ1.66はいずれも自己アーストの数値である。2014年は前年のスランプの原因だった方の不調がなかったため、調子を取り戻した。セットアッパーとしてピンチの場面で力を発揮し、引き継いだランナーの8割以上の生還を阻止、 満塁の場面で無安打に抑えると、成績として残らない部分でも、進化を発揮。63試合に登板して7勝5敗、防御率1.96、ホイップ1.09という素晴らしい成績をマークした。2015年も前年に引き続き、好調を維持。自己最多かつナショナルリーグ5位体の76試合に、登板し、3勝1敗、防御率2.28、 ホイップ1.33という成績を記録2年連続で勝ち越した。また同年通算200試合登板をクリアした。2016年もパイレーツのブルペン陣の中心角として67試合に起用されたが、防御率とホイップは2年連続で上昇して1勝1敗。1セーブ、防御率3.03、ホイップ1.42という過去2シーズンと比べて低調な内容だった。 2017年3月29日に自由契約となった。2017年4月2日にミルウォーキーブルワーズと契約した。67試合に当番5923回を投げ5勝3敗1、セーブ防御率3.02の成績であった。オフの12月1日にノンテンダー FA となった。2017年12月26日に レッツと2年425万ドルで契約を結んだ。2019年7月30日のパイレーツ戦で7回のデレクディトリックに対する小石球に対する報復でスターリング・マルテに対して小石球を投じたため球審から即刻退場処分を受け8月1日に MLB より3試合の出場停止と罰金の処分を受けた2019年8月15日に ウェーバー工事を経てフィラデルフィアフィリーズへ移籍した。オフに FA となった。2020年2月17日にアストロズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが3月19日に自由契約となった。その後6月30日にニューヨークメッツとメジャー契約を結んだ。オフの10月28日に FA となった。 2021年2月14日に現役引退を表明した。長身から投げ下ろすシンカーでゴロを打たせて取る。ピッチングを得意としている。ありがとうございます。